ました。ありがとうございました。続いて6チーム目です。6チーム目です。東京工芸大学のチーム橋本の皆さんです。お願いいたします。今回クリスマス前にぴったりの作品に仕上がったようですね。見てる人は嬉しいとか楽しいとか心が温かくなるような作品になればいいなと思って作りました。ありがとうございます。それではご覧いただきます。東京工芸大学のチーム橋本でシネラリア、どうぞ。Thank you.
続きまして福井大学のレイライトスペースデザイングループです。今回の作品は高校ビッグサイトをテーマにした35トンパが私たち建築学科で建物を描くようなありがとうございます。それではお送りします。福井大学のレイライトスペースデザイングループでインストレーションタイムです。どうぞ。東京のトロンドの類似点やその一点を共有
表現するそうです。ありがとうございます。それではご覧いただきます。ユニバーシティオブリーディングファーストストレッチランドのタイムラボチームで